どうも、カイリンです。青空の元、JR 東日本新潟駅来ています。すごい、本当に雲は一つ、二ついっぱいあります。はい。でですね、今回はこの新潟駅から乗るのは、マジカルドリーム新幹線でございます。現在ですね、東京ディズニーリゾート、ディズニーランドの開設から40年ということで、現在、JR東日本とコラボした新幹線が走っています。で、その新幹線は E2 系、E2 系新幹線にラッピングされているので、基本的には東北新幹線で走っているんですが、なんと今日だけですね、上越新幹線入ってきて、新潟からディズニーに行く人たちを送り届けるという列車になっています。で、私ですね、たまたま新潟今日いたもので、もう、乗っちゃおうかなと思いまして、実は昨年ですね、もう引退してるんですよね。E2 系は上越新幹線から。ですが、今回ね、この E2 系がまた戻ってくるということで、鉄道ファン的にもかなり面白いものになって、鉄道ファン的に考えると E2 系の復活運転、上越新幹線の復活運転、そしてまあディズニーファンというかが考えると、普段は東北走ってるディズニー新幹線が今日とあともう一日かな、団体で出社しています。ただ、一般客がですね、普通に指定席券を取って乗れるのは今日、この3月の2日のみになっておりますので、非常にね、面白いんじゃないかなと思います。時間が朝の7時ぐらいで、だいぶ早い、もうすぐ8時なんですけど、昨日のですね、最終電車23時50分ぐらいに新潟に着いて、で、今、ね、こうディズニー新幹線のためにホテルチェックアウトして戻ってきたっていう、滞在時間実質8時間くらいしかないっていう、この短時間新潟スタイル。食をね、食べてから、新潟に来て何も食べ物を加えてないので、ちょっとね、食べ物入れてから帰ろうと思うんですけど、もうすでにね、新幹線改札前にはそのディズニー新幹線一般発売してるとはいえ、団体枠が入ってるので、だいぶ集合してましたね。みんなディズニー行くんだ。駅の駅そばといえばこの柳庵ということでね、ちょっと食べたいこのカレー風味新潟唐揚げそば、新潟版唐揚げそば食べたかったので、ちょっと食べたいと。これはうまそうですね。新潟名物のカレー風味の唐揚げ、なんかすごい麺がぶっといっすね。じゃあマジカルドリーム新幹線乗っていきたいと思います。アンミカみたいだよな。よし、ハッピーラッキードリーム、よいしょ。時45ってことで、ディズニー40周年にかけてこの40っていう数字が割り当てられてます。まあ、上越新幹線だとね、2桁番台の列車は全車指定席になるんですが、これも例に漏れず全車指定になってます。なおかつ40番台ってね、設定ないんですよね。なんか4っていう数字あんま良くないっていう理由で、4ってつく数字のやつって、なかった気がする。谷川が400番台、今回40周年の40です。臨時の時だったら70番台になるはずですね、上越は。さあ、ニューデイズでコーヒー買ってる時に上から駅員が、下がってください、下がってくださいってすごい声が聞こえたんで、どうなんですか、いる、あ、いない、まだ来てない。食べないですので、お子様手つないでください。黄色い点字ブロック内側までお入りください。すごい人気ですね、マックス来るみたい。
グリーン久しぶりや。社内広告もディズニーですね。素晴らしいな。でもそれ以外はディズニー要素ないですね。ユニ系が新潟にいるぞ。だけ見たらユニ系なんですけど、ここからラインカラーをぶん曲げてるんですよ。こっちに本来多分上に行くんですよね。これがね、鉄オーター的ユニ系のポイントです。ここ強引にぶん曲げられた、ラインカラー。派手ですね、本当に。でも前面がね、完全にユニ系だからそれがいいですよね。じゃあちょっと乗るか。あ、これトキ、すごい。結構見送りの人も多いですた。場面での乗車率は3割4割くらいかなと思います。ではこの列車で聞ける特別な車内チャイム、ぜひお聞きください。電車
ジオです。知り合いが乗ってました。なぜか E2 系久しぶりの上越新幹線での客扱い、一般的な指定席として一般的に発売されている列車としては本当にもう1年ぶりですね。ただ一応この列車は臨時列車の筋で走っておりますので、そこまで筋が立ってるということもなく、まあ、E2 系でも乗れる速度で走っています。ただまあ他の列車に比べるとあんまり速度は変わらないというか、所要時間は変わらなかったので、その分停車駅が絞られているかもしれませんね。JR 環状線線見てみると、新車指定の E2 系の時なんてこれないでしょ。過去設定なかったよな。新幹線が全車指定で臨時は走らせるようになったのって E2 系が完全引退してからですから、この組み合わせって多分ないんじゃないか。過去すごいレアです。あ、この席なんか遅れるみたい。せっかくなので座席を紹介します。このグリーン車は2プラス2の座席配置でこのような感じです。で、今では珍しいこのフットレストタイプになってます。東の方がレッグレストが今主流なので、で、この反対側が土足面、裏返すと土足禁止面になっていて、テーブルはこちら側に格納されています。こんな感じですね。前後に動かすことはできないです。反面でも使えます。なので、これね、うん、このテーブルメリットって座席を回転させるとさせてもテーブルが使えるっていうメリットがあるんですけど、座席を回転させるとフットレストが使えなくなるので、これどっちを取るかですよね。非常に悩ましいです。まあ、個人的には E2 系のグリーン車そこまで豪華と感じたことはあんまりないんですけど、まあでも悪くはないと思います。で、なんで豪華と感じないかというと、この照明がですね、あの色が変わってるだけっていうと、あとはグリーン車なのに読書灯がないんですよね。今だけのグリーンだったらこれマストの設備だと思うんですけど、読書灯がないっていうあたりちょっとねレベル落ちかなと思います。J70 以降の編成に関してはどうやら読書と E5 系みたいな座席グリーンになっているので、これとは全く違ったものになっていますが、この E2 系の初期車に関してはこれコンセント設備が全くないので、だいぶ時代遅れです。ダイヤ改正で引退するだろうと言われてますので、このドリーム新幹線で3月末で引退って書いてありましたが、まあ、そういう、ね、流れになるんじゃないかなと思います。上越新幹線自体は交番電車が確かに今新潟で引退やってるので、その関係で回送列車として出入りをすることは何度かありますが、客扱いをしたのは初めてというか、その引退後ですね、ダイヤ改正後初めてということになります。約1年ぶりの入線です。まもなく長岡でございます。お入口は左側です。途中駅で列車を降りるお客様は恐れ入りますが、座席のリクライニングやカーテンなど周りのお客様にご配慮の上元の位置へお戻しください。まもなく長岡でございます。いかにもディズニーに行きそうな人たちがいっぱい乗ってきた。E2 系はこの窓が大きいのが特徴ですね。
本日も上越新幹線ご利用くださいましてありがとうございます。この電車は時も東京行きです。車内への危険物の持ち込みは、次は旅行先まで止まらないんですね。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または、これは割と時の中でも早いパターンですね。つばみ山線の旅行先は、ま、自動ドア付近に SOS ボタンを設置しております。緊急事態には SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください。今回グリーン車に乗っている理由なんですが、この9号車のグリーン車っていうのは E7 系では存在しなくてですね、9号車は E7 系だと普通車で、グリーン車は E7 系前10号車になるので、この9号車グリーン車っていうのがかなりレアな切符になるんですよね。これだけでもうすごい、いきなり見えなく、これだけで E7 系っていうのが分かるものになります。あとは10号車の指定席の切符とかも結構レアになるんじゃないかな。新潟小話をしておくと、午前中のですね、朝のニューディーズは東京からのまだおにぎりがですね到着していない関係で、新潟の企業のおにぎりが売られています。でその中でもこの酒田屋の筋子おにぎりがとても美味しいですので、ぜひですね午前中に新潟着いた際はぜひこちらニューデイズでおにぎり買ってください。とりあえず新潟のおにぎりは筋子と鮭を食べておけば間違いないと思います。列車は越後湯沢を通過します。今この新潟のこの辺りでは大雪警報が出ていたらしくですね、新潟のあの晴れ方からしたら考えられないぐらいすごい雪降ってるんですけど、すごいですね。やっぱりさすが新潟県、全然天気変わりますね。長岡が曇り、新潟市晴れ、湯沢大雪って。続いて群馬県の上毛高原を通過します。完全に晴れてます。いや、さすが天気が変わりますね。上越新幹線はこう天気の変わり方が非常に面白いです。なんと車掌さん日付の入居員を持っていました。ちょっといろいろ話聞いたら、やっぱりあの時の団体のマックス乗ってたようで、さすが分かってらっしゃる方でした。はい、
指定席で自由席はございません。次は大宮に泊まります。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。東京行きです。この列車は全車指定席の臨時列車です。自由席車両はございませんので、自由席特急券ではご乗車いただけません。ご注意ください。次の大宮到着は9時51分、上野には10時10分、終着の東京には10時16分の到着です。車内はデッキやトイレなどを含めまして全て禁煙です。おタバコはご遠慮ください。携帯電話やスマートフォン、ゲーム機などお持ちのお客様、音が出ないよう設定の上、通話の際はデッキをご利用ください。車両にトイレは1両置きにございます。客室出入口上にトイレマークの案内表示のあるデッキがご近くです。この列車には車内販売などの営業はございません。ご了承ください。次は大宮に停まります。それでは引き続き夢のひとときをお過ごしください。全車指定なんですけど、結構混雑位置的には窓側席、 E 席と A 席はほぼ埋まってて、 C 席にもちょろちょろ人がいる感じで、なおかつ団体用の車両が確か3両か4両ぐらい入ってるので、その席に関してはほぼ満席で運転されてるという、だいぶ乗車率が高い感じになってます。で、グリーン車もですね、最初は窓側全部埋まってたんですけど、蓋を開けてみるとあんまり人が乗ってないという感じでした。謎いですね。列車は熊谷を通過します。現状このグリーン車では窓側の席が8割方埋まってるみたいな感じでした。でもあんまりディズニーに行くような感じではなく、シンプルに来たから乗った、たまたま乗ったみたいな感じのですね、人たちが乗っていました。全車指定ではありますが、グリーン車に関しては別に他の新幹線とは値段変わりませんからね。たまたま近くにいたというか、たまたま来たやつに乗ったのじゃないでしょうか。では間もなく東北新幹線との合流地点に入ります。ここは上越新幹線上り線が東北新幹線をまたぐ形になっているため、ちょっと上に上がるんですよね。このタイミングで富士山を拝むことができました。天気がいい日はね、こういう楽しみ方もあります。一気に線路が増えて大宮へと入ります。
お客様がいらっしゃいます。大宮で降りるお客様、車内で出ましたクズの入れ、ゴミなどはクズの入れに押してください。またご利用になった後の座席のリクライニングやカーテンなどは周りのお客様にご配慮の上元の位置へお戻しください。また本日車内アンケートにご協力いただきましたお客様、誠にありがとうございました。JR 東日本ではこれからもより良いサービスを目指してまいりますので、今後ともご利用くださいますようお願い申し上げます。ご乗車ありがとうございました。まもなく大宮でございます。なんと驚くことに窓側が大宮で全滅しました。なんで大宮からグリーン乗る人がいるんだよとか思ったんですけど、東北方面からの乗り換えの人でグリーンこの列車と一緒に撮っているっていう人が多かったですね。新潟時点ではだいぶガラガラだったので、ただ指定席の埋まり方的には8割弱埋まってたので、なんでだろうと思ったら、まさか大宮で全部生まれたなんて考えていなかったです。というわけで窓側全滅の時40号は大宮駅を出ました。次は上野です。新幹線は戸田付近を走行しております。奥にはイオンモール北戸田が見えます。なんて言いますか、イオンの紹介なんだよとか思うんですけど、その手前ですね、この手前がさっき言ってた JR クロスステーション、昔の日本レストランエンタープライズの工場がありました。正直埼玉県民たるものがわざわざ新幹線でこんな午前中に東京方面に向かうってことはなかなかないんですけど、なので珍しい景色を見ています。右側の景色は埼京線じゃあんまり見れませんからね、ボートレース戸田がしっかりと映っていました。現在列車は東京都北区を走っています。
上野です。山手線、京浜東北線、常磐線、地下鉄銀座線、地下鉄日比谷線、京成線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。上野の次は終点東京です。We will soon make a brief stop at Ueno. Passengers changing to the Yamanote Line, the Keihin Tohoku Line, the Jōban Line, the Ginza Subway Line, the Hibiya Subway Line, and the Keisei Line. Please transfer at this station. The stop after Ueno will be the Tokyo Terminal.
ましてありがとうございました。まもなく終着の東京です。21番線に到着をいたします。降り口は右側です。車内にお忘れ物などをなさりませんようご注意ください。ドア付近にお立ちのお客様は開くドアにお気を付けください。また降りの際は足元にご注意ください。特にお子様連れのお客様は手を離さずにお降りください。本日も JR 東日本マジカルドリーム新幹線をご利用いただきましてありがとうございました。皆様もまたご乗車を、乗務員一同を心よりお待ちしております。マジカルドリーム新幹線乗ってきました。中新幹線も多分団体以外だと走らないと思うんですが、今後もですねまだ定期列車やまびこ翼号の並列列車として走ると思われますので、ぜひですね東北新幹線で乗ってみてください。3月末まで運転らしいです。ではご視聴ありがとうございました。いやーすごい東京に引き込んでましたね。